ただいま行っておりますのは現場現在、核軍縮をめぐる国際社会の分断の深まりや、ロシアによる核の威嚇等により、その道のりは一層厳しいものになっています。しかし、このような状況だからこそ、核兵器のない世界の実現に向け、国際的な機運を今一度呼び戻すことが重要です。僕は決して核兵器を使用しないことを約束しなければなりませんという会議に果敢に取り組んでいく姿勢を見せました。しかし世界中の指導者は核抑止論は破綻しているということを直視し、私たちを厳しい現実から理想へと導くための具体的な取り組みを早急に始める必要があるのではないでしょうか。